ございます。ちょっと早めにしてます。おはようございます。みえみえ、待って、これみえみえじゃん。本物？本物ですか？おはようございます。本物ですか？おはよう。おはようございます。今日は実家にいます。実家の窓の横にいます。窓の横でショールームしてます。実家だよ。菅原は本物です。黄昏ってどうした。黄昏ってないよ。黄昏ってない。別にそんなにずっとメイクして、早起きしてメイクして今に至る。都会に住んどるっけ。さっき窓しか見てないんよ。ごめんな。都会じゃけん窓しか見てません。おはようございます。おはよう。都会で暮らす。え、ちょっと聞いてほしい。ちょっと待って待って待って。え、ちょっと聞いて聞いて。さっきね、七並べさ、めっちゃ今強いの。ちょ、聞いて聞いて聞いて。七並べめっちゃ強いんだって。え、ほんと聞いてほしい。七並べさ、めっちゃ強いんですよ、今。昨日のね、あの、ポイントバトルの、ポイントバトル昨日やり始める前はね、あの、あれでした。4000、何だったっけ？メールで送ったよね。4000、やっとる途中に名前変えたよね。そうだよそうだよ。4600位ぐらいだったよね。4600位ぐらいだったんですけど、今1732とか。いえ、で、あとおしめイベントのランキングも42位から14位まで上がりました。イエーイ。昨日12時まで一人でずっとやってて、すいません、うるさいですね、ごめんなさい。で、昨日ずっとやってて、うるさいうるさいうるさい。そう、一気に上がったんですよ。めっちゃ嬉しい。ガチ。え、めっちゃね上げたんですよ昨日。一生懸命頑張ってあげたんです、私が一人で。すごくないですか。12時までやってたんですよ。あ、今17位になってる。今17位になってますね。今日はまだ1回もまだやってない。
やるけど。楽しみ。すっげーあげたんですよ。すごいあげて。そうそう。めっちゃめっちゃめっちゃあげました。苦い。あげまくりましたね。そうです。あげまくって。昨日やった。ずーっとやってました。そしたらね、気づいたらめっちゃ順位も上がってて。早く寝なさいよ。いや、寝ました。昨日早く寝て、あ、そういえば筋肉痛も治ったんですよ。昨日久しぶりにお湯に入ったら治りました。イエーイ。そうです。それよりも対戦ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。めっちゃしたんですよ昨日。今日9時から12時まで永遠ずっと5分おきにやってました。だけん9、10、11、10、3時間ずっと七並べしてました。そうなんですよ。そうなんです。んそう、ずっとやってました。9時から、9時前、ちょい前ぐらいかやってました。芋けんぴ、今日芋けんぴは予定は、食べる予定はない。2回しか対戦できなくて、なんか4回連続ぐらい同じ人と当たった時もありましたね。4回もトン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 みたいな。ハート消費し、消化しまくり。でもなんかやってなさすぎて、やってなさすぎて、あのハートがめっちゃ溜まってるんですよ。いっぱい使わんと、ほら400個もある。いっぱい使わんとね。今日もショールームが終わってから車の中でしようかなと思います。静かにして。ハートくださいやって。ハートはじゃあ、あの人にもらいなよ。誰だっけ、ツイッターのアカウント始まったよね。やさこさんみたいな、誰忘れたけど、400のうち5個開けてほしい。あげるよ5個ぐらい。やさこさん、よしこさん、なんかおるじゃん。白石さん、白井さん、それ白井さんに、白井さんにもらいなよ。ハートハートくださいってリプ送ったくれるよ多分。やばいやばい、プニプニ。白井さん、そうそう、あの人に言いなよ、いっぱいください、ハートくださいって言ってみ、もらえるよ。そう、よさ、白井さんよ。ツイッターのアカウントできたよね、白井さん。菅原たくさん持ってるよ。466個ある今。466個あります。うん、400くらいならも400個あるんですよ。みんなも400個ぐらいもらって。フォローしてる、フォロー、ん、さっきフォローまではしてないけど、メンバーツイッターだし。てかカズミンさん、あー、なんでもないですね。白井さん、かわいい。菅原のハート分けてあげましょうか。髪の毛がボサボサですね。スガキンのカード欲しい。スガキンね、あれだったわ。今さっきのね、今さっきが使ってるカードはこういうやつ、なんか持ってるやつ、間違えた、腰折れ目、なんかこうやって
持ってて、なんかやってるやつ買って、ワンチューハートはなめくじ、あのね、これ、見えない、これですね、今の先の歯、あのやつ、これでございやして、ペダルの衣装、そう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 、持ってるやつ、ブッサイクやな、同じカード、ほんと、お揃い、さっきカード全然出なくて泣きそう、嘘、そんなに、そんな出んレアなんかも知らんレアなんかも、そうそう、水晶かなんかをなんか眺めてるやつ、そう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 、なんか透明なやつをね持って眺めて笑っとるやつそう、そうそう、今めっちゃ結構上の方にいるんで、追いつくように頑張ってください。頑張ってください。そう、トップ100のやつ、トップ100になったらもらえるやつ、それそれ、今日自然光が強い、確かに確かに、この辺に行ったらそうでもないでしょ、でもワンチューハートはなめくじ、頑張ってるけどさっきに追いついてないんや、まあでもさっきはハートいっぱい持ってるからな、しょうがないっていうのもある。10位になったよ、だってマジ、さっきはさ、さっきも早く一桁にならんといけんね、うん、このぐらいの距離がよく見える、はい、さっきでも最近めっちゃ強くて本当に強いんですよ、みんな頑張ろう、菅原に負けるな、負けてるで、みんな今さっき17位よ、 10位に入ろう、今日10位に入るまで頑張るわ、10位に入るまで頑張ります、おはよう、なんか久しぶり、嘘、久しぶりですか、煽っといます、煽りますよ、皆さん、私に勝てますかね皆さんこのお強い私に勝てますか、さっきうちは確認できた、できたよ、昨日でしょ今月は勘弁願います、私はでも忖度してくれた、昨日忖度もありで、誰も忖度しなくなる、いいよーだ、さっき忖度しなくても強くなったから、当たったら全力で頑張ります、ほら頑張れ、そうだよー、菅原結構最近強くて、連続5回連続1位になって、湧いてた日もあれば、5回連続で1位になってめっちゃ湧いた日もあれば、3回連続で4位になってもうやる気なくてやめた日もありましたね。菅原の5出ない、嘘、昨日センターだったね、瀬戸内の声ですか、そうですよ、お視力どれぐらい ?851 とか、でもそのぐらいだったと思う、待って、うん、815やった、 815.5% と684と759、
815人になってます、今。でもなんか、強くないよな。今日カード入れ替えとこ。高い？高い、本当？やった。よき。強いよ。だってもう自分のカードしか使わないもん。自分のカード以外使ったことない。そうだよ。あ、シンゴさん、花束ありがとうございます。バンジュラモンスターさん、ハート。コモチンさん、バラとハートと栗ありがとうございます。モフ兄さん、リンタロウさん、ハートありがとうございます。ミッチーさんもハート、めっちゃ来てた。ブロンコさんもハートありがとうございます。ユージさん、栗ありがとうございます。リンタロウさん、バンジュラモンスターさん、ミッチーさんありがとうございます。ハート。山猫さん、タコありがとうございます。そうよね、この栗のやつかわいいよね。たまに1000超えてる人がいる。見たことないな。でも1000超えてる人は見たことないかも。見たことないかもしれない。なんか推し力って関係あるんですか、これ、あのランキングに。だったら高くしようかな。推し力ってなんか関係あるんですか。これって威嚇じゃないんですか。違うんですか、これ。我はこんなに推し力が高いんだぞみたいな、あの威嚇じゃないんですか。違うんですか、これって何ですか。ポイントが多くもらえる。マジ、ちょっと待って、並べ替えるわ。1175と、マジそんなことある。こっちの方が高い。威嚇すんのかとも、威嚇してないだった。俺らの推しメンのやつは高いんだぞみたいな威嚇かと思ってた。あー、そういう、なんかそういうのなんだね。納得。2 1 2 7 1 2 7 1 2 3 は1 2 5 1 2 5。これ、どっちが強い。こっちの方が強いじゃん。どうなった、どうなった。上がった、上がった、上がった。イカかと思ってた、これ。さっきずっとイカかと思う。イカじゃない、イカは食べんけど、イカは食べんけど、そういうことなんだ。800で勝てば8000ポイント。そういうこと。やば、待って、あげるわ。ちょっと待って、ちょっと本気になってきた。ちょっと待って、178178178が一番高い。これが一番高いじゃん。やば、やめよう。あげたかったのに。攻撃力、攻撃力、どういうこと。めっちゃ弱いじゃん。じゃあここは、ここのこれ星5。やばい。知らんかった。これあれかと思った、威嚇かと思ってた。だから新しいカードが欲しい。新しいカードが出たらそれって高いんですか。100。待って、178でしょ今。どれだっけ、178193とかある。全然知らんかった。やばい、やる気が出てきた。やばいやばい。そうなん。1位が10倍。そういうこと。待って、そういうことな。2位が5、3が2、4は0。4位になったらもう、じゃあ終わりってこと。無理やそんなん。168、これが一番高い、これが一番高い。249が一番高い。いいじゃん。これが一番高い。何これ。マリンか。外れちゃった。これ、うい。おー、で今839.3になった。830、あんま変わらん。839.3になったけどさ、あれなん、
誕生日カードは1週間強い。え、ありがとう教えてくれて。さっきこれから誕生日なんです。ありがとうございます、教えてくれて。あ、そういう方。うん、特攻、特攻って書いてる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 。それが高ければ高いほどいいってこと。え、どういうこと、そういうこと。高ければ高い方がいいってこと。え、今月チャンス、今月めっちゃチャンスやん。おはよう。知らんかった。待って待って、そんなん知らん。1位だと、ええそんなにもらえるんですか。やば、頑張らな。今日じゃない、今月、今月頑張るわ。さっきちょっと今月も頑張る。誕生日カードはもらえ、使える。え、誕生日カードマジ使おう。え、さっきの誕生日カード使ってね、みんな。使ってね。今月菅原誕生日だからみんな使ってな。やば、菅原めっちゃチャンスじゃん今。え、でさ、このさ、決めたじゃん、このカード5枚、一押しのカードをタップしてくださいみたいな書いてるじゃん。これはどうでもいい。そうでもない、そうでもないの。一押しのカードをタップしてください、それはどうでもいい。ワイシンタにも入れてるからそこまで高くでき、あー納得。それはどうなん。5枚同じなら関係ない。え、どういうこと。あ、これはどうでもいい、これはどうでもいいんだ。あ、そういうこと、納得。あ、すげえ、初めて知った。待って、これ何年やってるっけ。そんなにやってないか。えー、すごい。本人と対戦したら有効。あ、そうなん。え、じゃあみんな対戦しよう、対戦しようよ。ちょっとやろう、今はやらんけど、今もやらんけどさ。そうなんじゃ、使わない。ん、カホにしようかな、カホにしてくれる。あ、そういうことなん。え、じゃあもうめっちゃ可愛いのしとこう。可愛いのしとこう。さっきこれが好きなんですよ、これ、このなんかこう浮き輪持ってるやつ、これが好き。そういうことなんだ、はいはいはい、納得納得納得よ、納得。ありがとうありがとうありがとう。そういうこと。めっちゃ今更感すごいね、私ごめん。なんか浮き輪って古くね。だってさっき浮き輪が一番なんか高いっていうか、なんか一番なんか笑ってる写真っていうマネージャーさんに言われたから、それにします。今更感、もっと早く言えばよかったな、ごめん。さっき七並べあんま詳しくなくて、自分で言っちゃうけど、そうか、なんか外で喋ってるちっちゃい子が。そうなんじゃ、初めて知った、今まで知らずにやってたのか。うん、知らずにやってた。あ、そういうことなんだ、ごめん、全然知らんかった。え、じゃあ推し力、一押し力が高ければ高ければ高い方がいいってこと。ちょっと今噛んだ。高ければ高いほどいいってことか。そういうことか、ありがとう、めっちゃわかった。あーね、はいはいはい、わかったわかった、ありがとう教えてくれて。これで私も強いわ、きっと。やる気も出た、七並べたくさんやるわ今日から。できるかな。でも今週1週間結構忙しいからな。高ければ高いほど楽になる。あ、そういうこと。今日ファジアンのが始まるまでやるわ、じゃあ先。え、やばい、テンション上がってる、よだれ垂れそうになる、またよだれ出る。やばい、菅原が強くなるよ。みんな舐めたらあかんや、舐めたらあかん。今まで何してたの。でもメイクしてみたいな感じです。舐めたらあかん、人生舐めずに、これ舐めてですね。よだれ垂れそうになる、やばいやばい。そういうことか、納得。うん、さっきファジアンドの今日試合が始まる前までずっとやっとく。あっあっあっ、こけそうになった、びっくりした。オッケーオッケー、よし、オッケーオッケーオッケー、菅原強いよ今日から。
強い。いいな。今日から菅原は強い強い。今ちょっといい感じに浮かれてる。やばい、どうしよう。今日から強いぞ。今日は何時から始める？一応でも今日先お出かけっていうか、ちょっとファジアーノの前にね、ちょっと買い物に行ってくるから。家計簿を今ね、さっき人生において初めてつけてるんですけど、やっぱ実家に帰るとね、お金はやっぱりママとかパパとかに出してもらうことによって家計簿も消費できますので、いろんな意味で。だから今日はママにたくさん服を買ってもらおうと思います。お土産よろしく。だってやだよやだよ、嫌なこった。おはよう。みんなね、今日ファジアーノ行く前にあれを食べてほしいな。岡山駅のね、マネケンっていうね、ワッフル屋さんがあるんだけど、ワッフル屋さんに行ってほしいなって思います。うん、そう、買ってもらうと家計簿につける必要はないので。ファジアーノ楽しい？うん、楽しい。伸びるチーズタルトか、え、違う、なんか岡山県のね、マネケンっていうとこがあるんだけど、美味しい。でも別に岡山のものでもない、マネケンは。そう、マネケン好きだよ、先は。マネケン、マネケン、そうそう、ファジアーノ女性ファンが多い気がする。本当？行ったらめっちゃ混むやん。行っちゃったらめっちゃ混むやん。あ、そっち？あ、そうでもないよ、大丈夫だよ。あの、芋が美味しかった。芋が美味しかったよ。おはよう。ズボン買ってもらいなさいよ。そう、マジズボン、今日普通に履けるようなズボンが買わなきゃね。でも今日ズボン履いてるんでね。あ、今日はね、今日はこの T シャツを着ています。頑張ろう岡山。これはファジアーノのやつ。ちょっと髪の毛ボサボサ、ごめん。あんまり気にせんとって、あんまり気にしないで。もうボサボサなの知ってるから。ほら、今日はこれを着ています。かっこいいっしょ、それな。そう、あ、岡山県よき。そう、タオルも持ってね、今日は行きますから。タオルでも今日2枚あるんですよね。もう着てるの？いや、ショールームするためだけにちょっと来たんですけど、今日後からちっちゃい服に、普通の服に着替えるんですけど。そう、そうなんです。うちは元気そう、巻いてるけど、もうなんかボサボサになったから。っていうか今日は髪の毛巻くので。そう、ファン早くスタメン発表してほしい。ファジマルのツイッターでさっきの紹介されてた。嘘、あれ公式なのかな、わかんないんだけど。ラン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 、うん、わふう、ん、わじまる、わじまるボット、ボット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 、
ほんと？されてる？あ、ほんとだ。すごい。イエーイ、アジアのやよ、今日は。楽しみ。みんな、アジアの遊びに来てね。楽しみ。はじまるくん、写真一緒に撮れるかな。あ、一緒に撮りたいな写真。お隣の広島はカープが負けて沈んでます。確かに。なんだっけ、ソフトバンクだっけ、買ったの。ソフトバンクって何県ですか。ごめん、最近本当に野球わかんなくて。ソフトバンクって何県の人なんですか、あれは。広島だったらさ、カープじゃん。あ、違う違う、間違えた。カープだったら広島じゃん。あ、福岡なんだ。あーね、はいはいはい、そうなんだ。胴上げしてた。そうなんだ。あ、なんか知ってる知ってるね、知ってる。ココアが泣いてたの見た。STU 対 HKT、 確かに確かに、実質ね、負けちゃった。昨日からテンション低いん自分。まあでも誰だっけ、なんか卒業じゃないけどなんかするんでしょ、誰だっけ。よよ、誰だっけ。ソフトバンクとか、なんかさっきあんまりそういうの分かんないけど、チーム名は知ってるよ。ソフトバンク、カープ、あ、そうそう、新井さん、新井さん、分からんけど。引退か、引退、卒業じゃないか。テキラーで言う卒業かと思った。新井さん、新井さん、新井さん、新井さんが、違う違う違う、新井さん、新井さん、うーん、野球も勉強、野球か、野球難しくない、なんか。さっき結構、さっきソフトバンクとかとか、さっきあまり野球とか知らんし、岡山って阪神なんですよ多分。阪神なんですけど、でも別にさっきそんな全然分かんなくて。そう、でもそれぞれにね、それぞれのチームにいいところはたくさんあると思いますけどね。さっきは、さっき的にカープのいいところっていうのが、なんか、なんていうん、街でさ、あの、広島の人たちは街でもうハイタッチをするほどみんな仲良しなね、感じをして。さっきは結構カープファンの人たちすごい好きですけどね、みんな。初見です、おはようございます。そう、さっき多分どこの、わかんないよ、さっきまだ、さっき今広島に住んでるから、そういうところを見るだけで。岡山県って野球チームがあるのかないのかもちょっといまいちわからないぐらい、さっき本当に野球わかんないですけど、カープっていうのは本当に地元の人がね、なんか地元愛強いんだなってぐらいなんか喜んでるから、すごいなと思いますけど、だってもうココアとか全身、ほぼよ、ほぼ全身あれですもん、カープの、全身カープとかだったり、すごいなって思いますね、すごいよ、ほんと。カープぐらいじゃない結構そういう感じなの。わかんないけど、全然わかんないけど、普段から、だって普段着でカープの T シャツ着るって多分広島ぐらいよ。っていうかカープの人たちだけだと思う多分よ、わからんけど、さっきが見た感じ。
そう、さっきはそう思う。だって岡山県民でも阪神応援してますけど、私はあれですけど、別にその野球はちょっと分かんないからあんまり阪神のものを持ってるわけじゃないけど、岡山県民が阪神の T シャツを着て歩いてるところはだって見たことないし、正直ないし、カープの人たちっていうかその広島の人たちはどんだけカープ好きなんだなっていうのが分かるぐらい歩いてる。え、今日カープの試合なんですかってぐらいのカープの格好してる人もいるし、そうそう、だからカープの広島の人ってすごいなって思う。そうそう、私はカープ陰ながら応援してますよ。そう、でもカープのねあれなんですよね、試合とか見に行ったことがないんだよね。実は新幹線に乗ってる時にこう岡山から広島とか東京から広島に帰ってくるそのカープ球場のこう間が見えるんですよ。でそういう時に、あすげえ、あ今日カープやってんだっていう、もう真っ赤球場が、入ってみたいなとは思うけどね、1回ぐらい入りたい。すごいよ、いいと思う、いいと思う、いいと思う。みんなカープだもんね。行きたい、行ってみたいね、カープの試合。そう、ほのたんと一緒に行ったら、ほのたん、ほのたんとなら、なんかほのたんとならなんか行けそうだけど、ココアと行ったらなんかもうなんか、え、あれどうなっとんどうなっとんって言っても、もうちょっとさっき静かにしてとかって言われそうだから、ココア、ココアはまあもう一緒に行かんとして、ほのたんと一緒に行きますね。頑張ります。ゆめりんは山口なのにカープファン。まあでもゆめりん仕方ないんじゃない、ゆめりんに関しては分からんけど、ゆめりんでも山口のなんだっけ、山口のその野球だっけ、野球も広島カープも結構応援してるみたいなこと言ってたよ。まあでもその辺あれよね、あ山口には球団がない、あじゃあサッカーかな、サッカーか。まあでもあれなんじゃない、そんなん言ったらキリがないよ。もう毎回思う、そんなんさ、じゃあ逆によ、逆に考えて、ふーちゃんはさ大阪出身です、阪神だっけ巨人だっけ分かんないけど、阪神か、阪神応援しないわけなくない、逆に考えると。さっきがファジアーノじゃなくてレノファ応援するのと一緒になってくるよ、じゃあ逆に思いませんかと私は思います。さっきが岡山に住んでファジアーノというサッカーのあれがあるのにレノファを応援してるとか、そういうことになっているんですよ。まあ難しいよね、 STU に入ったら難しくなるよね。でもなんかいろいろあるしね、いろいろあるし難しいよね、 STU とかチームメイトさんとか結構難しいと思う。難しいね、難しい難しい。まあいいんじゃね、なんでもいいんじゃね。まあ私は野球はわからないのでサッカーばっかなんですけど、そうほら関西なのに STU 応援、そう、そういう人もねいると思うけど、それは仕方ないと思う。そう、好きなものは好き、嫌いなものは嫌いなんですよ。私が言うのもあれですけど、あれですよ、芋けんぴが好きで人参が嫌いみたいな感じですね。はい、そんな感じですそんな感じです。わかりました、簡単に言うと芋けんぴが好きで人参が嫌いってことです。わかりましたか。ほら新潟だけど ST が好きだって嬉しい。ほらほら、そういう声がどんどん上がってくれると嬉しいですね。そうだよ、菅原は菅原でいいんだ、菅原は菅原なんだ。ということで壇上読みますね、壇上読みます。13位エンドさん、11位、あ13位デコさん、
11位エンドさん、9位ヤスさん、7位スエンさん、5位モフニーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。12位スーさん、10位大地さん、8位太郎ちゃん、5位バンジャラモンスターさん、4位ウラッチさん、ありがとうございます。そう、好きに理由はないよ、ないない。でもさっき好きに、でも芋けんぴ好きな理由ってあるんですよ。美味しくて可愛い以上ですね。はい、3位ミッチーさん、2位がタックルさん、1位がトーイさんでした。ありがとうございます。ってことで、今日夜配信できるかちょっといまいちわからないんですけど、まあできたらやりたいですね。でもできるかわかんないな。今日は試合見て帰るので、最後まで応援して帰ります。ってことで、じゃあショールームのフォローもよろしくお願いします。じゃあみんな今日シースタに来てね。シースタ来てね。なんで一つ飛びにランキング言うの？違う、こっちから13、11、9、7、こう読んでいってるんですよ。そう。じゃあ皆さん今日も一日頑張りましょう。今日はカープじゃなくて、間違えた、カープの話だったらカープになる、違う、ファジアーノなので、皆さんファジアーノしっかり応援しましょう。今日は頑張りましょう。せーの、バイチャー、心一つに、バイバーイ。間違えた、カープじゃない。バイバーイ、ありがとう。バイバーイ。